皆様こんにちは。プロレス動画維新軍実況のパヤシです。新日本プロレスを語る上で必ず用いられる表現がストロングスタイルというものですが、これはアントニオ猪木を指す言葉ではあるとは思いますが、その猪木のストロングスタイルの生みの親といえばカール・ゴッチになるでしょう。プロレスの神様であるカール・ゴッチの教えを受け継いでいるのがアントニオ猪木率いる新日本プロレスであるということですね。しかしそんなカール・ゴッチの教えに異を唱え反発したのがあの革命戦士長州力であると言われております。本日はそんな長州力とカール・ゴッチの確執について見ていきたいと思います。カール・ゴッチは1924年8月3日にベルギーのアントワープで生まれドイツ国籍であり、幼少期にドイツのハンブルクに移り住んでいます。1950年プロレスラーとしてデビューしましたが、アメリカでは主要王座は獲得できず無冠の帝王の異名を持っていました。日本においては1961年日本プロレスの第3回ワールドリーグに出場するために初来日、東京都体育館で吉村道明と45分3本勝負で対戦し、1本目にジャーマンスープレックスホールドを日本初公開し、吉村からピンフォールを奪いました。第3回ワールドリーグ終了後の国際試合シリーズにも引き続き参戦し、1961年5月に福井市体育館で力道山とのシングルマッチで対戦し、1対1で引き分けています。この福井での試合が力道山とカール・ゴッチがたった一度だけ一騎打ちを行った試合となりました。1968年には日本へ移り住み、日本プロレスのコーチに就任し、ゴッチ教室を開き、アントニオ猪木や山本虎鉄、星野勘太郎といった当時の若手中堅選手を指導しました。ヨーロッパ仕込みのテクニックの高さからプロレスの神様と称される存在になります。その後は国際プロレスに参戦したり、日本プロレス崩壊後の新日本プロレスに参戦し、選手兼ブッカーとしても活躍します。その後はアメリカに戻り、フロリダ州タンパのゴッチ道場において藤波辰巳、木戸治、藤原義明、佐山悟、前田明らプロレスラーを数多く育成することに力を注いでいきます。以上がカール・ゴッチの簡単な経歴でありますが、アメリカでは無冠の帝王という異名がある通り、プロレスラーとしては大成功を収めた人ではなく、噂ではプロモーターから冷遇されていた人であるとも言われています。時代背景ももちろんありますが、基本に忠実な強いレスラーであることは間違いなく、特に指導者としては優秀で、新日本の若手が強くなり成長していった過程には間違いなくカール・ゴッチの指導があったと言われています。しかしプロレスという職業が強さだけでは語れないという現実もあり、それはゴッチの経歴を見ても分かりますが、プロレスラーとして成功するには本当の強さと観客を魅了し見せるうまさというのは半々ではないかなと私は思います。そしてゴッチのプロレスというものは強さが全てであり、指導としてはアマチュア格闘技の延長線上にあり、いわゆるプロレスの見せる華やかさというような指導ではなかったそうです。ゴッチは特にアメリカのようなエンターテイメント性の強いショープロレスは全面否定であったようです。フロリダでゴッチの指導を受け日本に帰ってきた選手は数多くいますが、そのゴッチのプロレスに浸水していた選手ほどプロとして低迷し、メインイベンターになるのが遅れたなどという悪い例もあり、それが木戸治や藤原義明とも言われています。当時の新日本道場内においてこの2人はセメント最強という声も多かったと思いますが、いわゆる華やかなプロレス要素はあまりなく地味で、演出が少ない関節の取り合いはお客さんの支持は得られなかったということなのでしょう。やはり前述したようにプロレスラーの成功する要素として本当の強さと見せるうまさというのは別物ということでしょうね。そして当時の新日本レスラーがこのゴッチイズムに浸水する中、異議を唱え反発したのが前述した通り長州力です。長州は大学2年の1971年全日本学生選手権のグレコローマン90キロ級で優勝をし、
大学3年生の時には国籍の理由でオリンピックに出場できなくなるも、在日大韓体育会を介してミュンヘンオリンピック韓国レスリング代表に選ばれます。大学4年でキャプテンとなり、1973年の全日本選手権ではフリースタイルとグレコローマンの100キロ級で優勝しました。卒業後は新日本プロレスの新間久志営業本部長にスカウトされ、1974年に新日本プロレスへ入団。まさにプロレスラーとしてはキャリア組の先駆けのような存在であり、誰もが認めるエリートでした。それは新日本道場の中でも変わらず、道場内でも群を抜いて強く、若手で長州に勝てる者はいなかったそうです。そんなアマレス上がりの長州なので、ゴッチーズムに進出してもおかしくないのですが、長州も他の選手と同じようにフロリダのゴッチ道場で修行を行うことになるのですが、数日で通うのをやめ、広松田の道場へ修行先を変えたそうです。長州はこのことについて、ゴッチのところへ行くと俺のプロレスがダメになりますと関係者に語ったと言われています。そしてさらに長州はレフェリーのミスター高橋にもこんな話をしたと言われています。高橋さん、いきなりグランドから入ったらダメだけど、立った状態からだったら俺ゴッチに勝てますよと。まさにゴイゴイスーな発言ですが、かっこいいという本音は私の中であります。そして長州力の著書の中でも、関節技はアマレスにないから取られちゃう、でもその前段階で俺を倒せる人間、寝技に持ち込める人間はいなかった、関節取るのってめちゃくちゃ楽なんだ、すぐに覚えられたよ、ただ倒す技術っていうのはなかなか身につかない、覚えるのはしんどいよ、だからレスリングをみっちりやってきた俺を倒せる人間はいなかったな、それは自信持ってたと語っております。今の格闘技を見てもわかる通り、テイクダウンを取るのってなかなか難しいですもんね。長州はこの当時、自分からテイクダウンを取れる人間はいないと自負していたということです。そしてそんな長州の考えであれば、なおさらゴッチのようなストロングスタイルを追求していけばプロレスラーとして大成功を収めるのではないかという考えになりそうなものですが、そこが長州力の頭のいいところなんでしょうね。プロレスは強いだけではダメだと、いち早く長州は気がついたのでしょう。そしてそれがゴッチのところへ行くと俺のプロレスがダメになりますという発言につながっているということなのでしょう。実際に長州はゴッチの指導方法に対して強い疑問を抱いていました。ゴッチは基本的なトレーニングを延々とさせる指導をメインとしていたのです。これはストロングスタイルとしては当然のことで、何も間違った指導ではありません。ただ長州にとってはアマレスで嫌というほど基礎練習をしていたので、できることをやらされていることに我慢できなかったのです。ちょっと長州がわがまますぎる気がしますけど、実はゴッチはアマレスに関してはグレコローマンの知識しか持っていませんでした。そのため相手をテイクダウンさせる技術では練習生である長州の方が上だったとも言われています。なので前述のようにスタンドからならゴッチに勝てるという発言につながったのでしょう。ここで一つ擁護しておくと、二人には巷で言われるような確執はありませんでした。長州自身も関節を取るのは簡単と言いつつ、ゴッチのサブミッション技術は素直にリスペクトしていたのです。ただ人間的に反りが合わなかったみたいですね。まずゴッチの道場の周りには何もありませんでした。練習をしに来ているのですから、普通に考えれば問題ない環境。ただ長州からするとあまりに何もなさすぎて耐えきれなくなっていました。さらに夕食時にはゴッチはワインを飲んで長話をする癖があり、長州からするとこの時間はかなりの拷問だったようです。これらのことも合わさってゴッチ道場から出て行ったみたいですね。そしてもう
一つカールゴッチと長州力のエピソードで面白いものがあります。ある日ゴッチが練習で使っていたジムに長州を連れてこいと頼まれ、レフェリーのタイガー服部が長州を連れて行った時のこと。ゴッチは長州だけをジムの中に入れて鍵を閉めたそうです。さらにカーテンも閉めたのでタイガー服部はかなり動揺したそうです。1時間以上中は見えなかったようですが、ようやくドアが開いて長州が出てきたそうです。しかし長州は何もなかったかのような涼しい顔をしていたそうです。二人きりで密室のジムだからタイガー服部は長州が食われるんじゃないかと思ったと語ります。もしかしたら長州はゴッチとスパーリングか何かをして勝ってしまったのかもしれないということです。よくゴッチはプロレスの神様としてある意味神格化されていますが、長州とは27歳も年が離れており、言い方は悪いですが初老のトレーナーにすぎません。普通に考えたらスパーリングでゴッチが長州に勝てる方がおかしいんですけどね。本当にソリが合わなかったと言われている2人なので、この時に何があったのか謎は膨らむばかりですが、ガチスパーをしていたのか、それとも話し合いをしていたのか。鍵を閉めカーテンまで閉めるということは、これはもう残るは性的な意味しか出てきません。バックの取り合いだったかもしれません。こうした幻想みたいなものは膨らんでしまうのですが、ゴッチ指導のもと成功したレスラーは数多いですが、長州力のようにカールゴッチに染まらずに大成功を収めたレスラーもいます。こう考えるとやはり長州力の自己プロデュース能力はすごいんだなと思いますね。これは現在活躍中の YouTube や芸能界でも成功する才能があったということですね。自分がどう見られていてどう振る舞えばいいかという立ち位置を十分に理解していたという結果が、今の成功とプロレスラーとしての大成功があるのではないでしょうか。長州は意外に知的で頭脳派、そんな風にも私は思います。それでは今日はこの辺で、皆様ご視聴ありがとうございます。